ドミートリー・メドベージェフ次期大統領と、ウラジーミル・プーチン・タンデム体制または、タンデモクラシーは、2008年ロシア、連邦大統領選挙後のメドベージェフ大統領と、プーチン首相による二党体制の続賞。プーチン首相とメドベージェフ大統領2000年5月から2008年5月までの2期8年に、渡ってプーチンは大統領を務めていたが、ロシア連邦憲法では、 大統領の連続参戦が禁止されているため、プーチンが大統領職を2期で退任するのか、他の旧ソビエト連邦を CIS の各国指導者に見られるように憲法改正を行い、大統領人気延長を図るのかが注目された。与党の統一ロシアや白引きに影響力を持つプーチンは、2007年、ロシア会員選挙で統一ロシアの比例名簿1位に、 当選されて当選し、2008年4月に、統一ロシア党首に就任した。プーチンは、こうした、政官会への影響力を背景に、後継大統領候補に、メドベージェフ第一副首相をつけて、大統領選挙で当選させ、自身を首相に指名させた。2008年5月8日に、メドベージェフ大統領、プーチン首相体制が始まった。 プーチンは8年間の大統領経験と、統一ロシアや白引きの影響力を背景に、本来大統領として大きな権限を持つ、はずのメドベージェフ以上の政治的影響力を維持した。また、プーチンは政府幹部会を8年ぶりに設置し、首相として政府幹部会議長に就任した。政府幹部会は週1回行われ、 副首相や大統領が人事権を持つ外相や国防省も参加する一方で大統領が主催していた週1回の閣議が大幅に減ったため政府幹部会は事実上の政府最高意思決定機関と目された。メドベージェフはユーラシア関税同盟拡大問題、モスクワ市長人事などでプーチンと方針対立が報じられることもあったが プーチンと決定的に対立することはなかった。2012年5月7日までがメドベージェフの大統領任期であり、2012年ロシア連邦大統領選挙にはプーチンも出馬できることから、プーチンと比較的リベラル派とされるメドベージェフとの間の対立がしばしば報じられるようになり、同選挙をめぐり、両者の関係に変化が見られた。プーチン自身は、 話し合って調整した上で決断する2012年になればわかると明言を避けてきた。2011年9月24日に統一ロシアの党大会がモスクワで開催され、2012年ロシア連邦大統領選挙においてプーチンを大統領候補にすることを決定し、プーチンも受諾した。また、メドベージェフを会員選挙の比例名簿1位に搭載し、 プーチンが大統領に返り咲けばメドベージェフを首相に起用することも発表された。タンデム体制は大統領と首相のポストを交換して続くこととなった。プーチンは数年前からの二人で決めていた規定路線だったことを党大会で発表している。統一ロシアは2011年ロシア会員選挙で過半数を獲得し、 プーチンは2012年ロシア連邦大統領選挙で勝利して同年5月に大統領に就任した。憲法改正により大統領任期が4年から6年へと延長されたため、プーチンが2018年に再選されれば2012年5月から2024年5月まで大統領を務めることもできるようになった。ありがとうございます。